ベン・ゴールド・エーカーンベは、イギリスの医師、学術及び科学の作家。2015年時点で、オックスフォード大学なフィールド一時、医療健康科学学部に属す、オックスフォード大学 EBM センターの上級臨床研究員、アルトライアルズ運動とオープントライアルズの創始者で、臨床試験のオープンサイエンスを求めている。ゴールド・エーカーンは、 ガーディアンでのコラムバットサイエンスで著名であり、これは2003年から2011年にかけて連載され、彼の3番目の著作、デタラメ健康科学ともなった。これは特定の非合理性と代替医療を批判した。悪の製薬は製薬産業の調査であり、その出版構成と市場開拓、医療界との関係について、アイシンクユールファインドイッツ。 エイビット・モア・コンプリケイティット・ザン・ザットは彼のジャーナリズムの修正である。彼はよく悪い科学について率直に語っており、自分のことをオタク的な伝道者だとする。初の著作デタラメ健康科学は2008年9月にフォースエステートから出版された。日本では2011年にカワーデショ防ン社よりガーディアンでの多くのコラムの過失改訂版である。 英国医師会雑誌とデイリーテレグラフから肯定的に批評され、アマゾンブックスでトップ10入りするベストセラーとなった。2009年のサミュエル・ジョンソン賞に推薦された。2008年のインタビューでは、本作の中心的なテーマの一つは、6000億ドルの製薬産業と500億ドルの栄養補助食品産業の間に実質的な違いはないということだと、ゴールド・エイカーは述べた。 次の著作は、悪の製薬、製薬業界と新薬開発が私たちにしていること、イギリスで2012年9月に、アメリカとカナダで2013年2月に出版された。日本では、青2社より2015年。治療効果を誇張するような設計に、欠陥のある試験が行われ、良くない結果が出ると隠されて、真の影響はわからなくなり、 誰もが客観的だと考える論文も直接企業のために働く人々が秘密裏に計画したものである。ありがとうございます。